DJ‐ マル氏は9月30日、自身の X にて、28日に暴行容疑で逮捕され、本日30日に釈放されたことを報告しました。直筆の書面を添えて、このたびは私の軽率な行動により、皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。9月28日に暴行容疑で逮捕され、今日釈放されました。 被害を与えてしまったお相手の女性には深く反省しておりますと謝罪の意を示しました続けて今後は同様の事態が二度と発生しないよう自分を見つめ直し責任ある行動を徹底してまいります改めて関係者の皆様や日頃より応援してくださっているファンの皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを重ねてお詫び申し上げますと結んでいます報告全文応援してくださるファンの皆様 関係者の皆様へこの度は私の軽率な行動により多大なご迷惑とご心配をおかけしましたこと心よりお詫び申し上げます一連の報道にある通り9月28日に暴行容疑で逮捕され本日釈放されました私の軽率な行動でお相手の女性にご迷惑をおかけしたことを深く反省しております今後はこのようなことが二度と起こらないよう自身を見つめ直し責任を持って行動することを誓います 改めて関係者の皆様や応援してくださるファンの皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます2024年9月30日松尾龍之介ことのいきさつはどうも次のような内容になるのではないかと X 上で出回っています元レペゼン地球の銀太氏が生誕祭を開催 DJ マル氏これにどうしても参加したくなり戦慄かなの氏に交渉 戦慄カナノは d v 丸が酒を飲むたびに暴力を振るわれていたが誕生日会ということで許可。誕生日会から帰ってきた途中でカナノは d j 丸に殴られる。喧嘩になり、カナノが3時間殴られ続ける。カナノ、周りに助けを求める。警察に保護されるも、被害届を出さないと言い張る。周りの大人たちから説得され、届出を出すことになり、丸が逮捕される。現在、d j 丸は代々木警察署にて拘束されていて、 明日検察庁に送致され、10日間の交流となることが決まっている。ところが、DJ マルシは9月30日に突然釈放されたのです。被害に遭ったのは、アウトデラックスに出演していた戦立かなのさんのようなのです。閲覧注意ですが、DV の音声とされるものは現在、X 上でかなりの数がアップされている状態です。DJ マルシから受けた DV の詳細といわれているのがこちらの内容です。顔面回し蹴り、首を絞める。 カビハイターを飲まされる、ドアと壁の間に倒され何度も体を挟まれる、髪の毛をつかみ引きずり回す、し骨を思い切り殴る、内容を聞いた多くの人から、これが本当ならば釈放して大丈夫なのか、との声が上がっています。